レック専任講師、法人税法を担当します、小池康雄です。よろしくお願いします。税理士試験、法人税法を担当していて、やはり一番大切なものって何かって言ったときに、一つ、能動的になれる、能動的にやっていく、これをやはり講師として、それを伝えていかなきゃいけないなってことを一番の大切な要素だと思ってるんですね。要は本人が受け身ではなく自身でやっていくよ。で、次に興味を持ってやっていくよ。で、どん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 いいものにつながっていくんですよ。そのために一番大切なものって何かって能動的にやらせる。やっていただく。そのために講師がやっぱり一番重視しなきゃいけないことは、やはり手取り足取り。という形より、やはり成功体験を、こんだけ解明できた、ここ難しいもの、ハードル超えられた、この一つ成功体験を、やはり積んでいって、自信をつなげていってほしい、自信つなげていただきたいなっていうのが、やっぱ一番な大切なものだと思ってるんですね。で、試験と実務は違うっていうことを、で、試験のためにやっていく。で、実務はその後だ。っていうのは、すごく低レベルの試験であればそれ成り立つと思うんですけれども、財務省っていう日本のトップですね。そこが管轄している国税庁。で、そこがベースになって作ってる問題っていうのは、日本の最高峰の現状の問題なんですよ。で、すごいなと思うのは、実務と試験をすごくリンクさせてるんですよ。要は、知識っていうのは知ってるだけではダメで、活用してこそ価値があるんだってことを一番分かってる人たちが真剣にこのような能力を身につけてほしい。こうなってほしい。こういう人が欲しい。要は、大切な国として維持するための財政基盤を司っていただく仕事をやっていただく人たちとして持っていただきたいっていうのはこういうイメージなんだ。これをクリアしてくれた人にやっぱり手伝ってもらいたいんだっていう熱い思いがすごく入ってるんですよ。で、それを難問とかそういうもので作ってきてないんですね。基礎的な問題のみでそれを積み重ねて作ってきてるんですよ。で、こちら側がやっぱりしっかりした、こちら側というのは教育側ですね。その問題の意図をしっかり読み取ってなければ、やっぱりどん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 受講生に負荷をかけていくことになっていく。で、せっかく能動的で、になっていただくことを阻害してはいけないなっていうのはすごく感じます。で、能動的になっていく。興味を持ってやっていく。で、次に、やはり税理士としての、やっぱ一つの魅力につながる部分かもしれないんですけど、生きていく上での、やはり半分以上の時間を占めていく、働くっていうことが、苦痛じゃなくなる。言い方変えます。楽しくなっていく。それにつながっていくってことが、やっぱ一番の、やっぱこの勉強することのまず魅力だと思うんですね。仕事というもの、やっぱ生きていく上で大部分の仕事に対して、本当にそこの時間が充実していくっていうことが、もう、得られるための、まずステップとして、一生懸命勉強やっていくっていうことが、そこにつながっていくんだってことを、まず分かってほしいんですね。で、そのために、能動的になってほしい。で、次に、そのために、ただ知識を闇雲につけていくんじゃなくて、活用していくっていう前提で、知識を身につけていってほしいなと思うんです。で、活用できる知識っていうものを身につけていくと、本当問題解決力っていうものにつながってきます。で、ある問題を出してこれを解決していくってために何が必要かって言ったら、感じ取る。例えばそれが試験だったら読み取るってことなんですよ。読み取ることがしっかりできない。要はどういうことが邪魔していくかっていうと、自己中心的な発想がすごくそこを阻害していくなって感じていくんですね。なので、ちゃんと情報をきっちり読み取る。その力をしっかりまず身につけてほしい。で、それはちゃんと講義の中で何度も何度も口酸っぱく言っていかなきゃいけないことだと思ってますので、そこはやってきます。で、皆さんがその読み取る力がどんどん高まってって、次の段階として今度は表現していかなきゃいけない。で、表現も
昨今の法人税の試験ってすっごく短い文章なんです。短く書くわけではなくて、短いからって言って短く書いていいんですけど、だらだらと短いことをか、端的に、本当に結論だけ書いてほしいってわけではなくて、短い中でもしっかり自分の熱い意志を込めてほしい。あ、説得力のあるものを込めてほしい。理解してるよっていうものを込めてほしい。相手を動かすものを込めてほしい。っていう、やはり表現力ですね。で、だらだら長く書くわけではなくて、端的に、しかも凝縮して、しかもわかりやすく、その能力がやはり問われてます。で、やはりこれは、ご自身が自信を持って、しっかりわかって、しかも謙虚に、表現するために、やはり必要な能力って何かって言った時にはやっぱ、分かりやすければ強さなんですよね。で、優しさと、本当強さ、これを、やっぱ身につけていってほしいなと。能動的になってほしい。で、本当に興味を持っていってほしい。で、そうなった時に、おのずと身につく力が、読み取る力、感じ取る力、表現する力。で、そこを、やはり講義を通じて、教えていきたい。で、皆さんに感じ取っていただいて、やはり、より、価値の高い人になって、で、本当に仕事自体、充実していくものになっていく、その資格試験のエントランスとして、やはり税理試験突破していただきたいなという形で講義をしていきます。よろしくお願いいたします。